デートビズ宮内庁は今日来月2日に開かれる秋の演誘会の招待者を発表しました招待者はおよそ1400人ですシンガーソングライターの松東谷由美さんや将棋の加藤一二三さん機動戦士ガンダムで知られるアニメーション監督の富野義行さん漫才師で元国会議員の西川清さん 照明デザイナーの石井も子さんらが招待されました演誘会は例年春と秋に開かれますが新型コロナの影響などで見送りが続き秋は5年ぶりの開催です